左へのフックボールや引っ掛けを解消して真ん中に飛ぶドローボールに変えていく方法を紹介します。90ギリゴルフレッスン TV、 今朝は温泉に入ってきて気分がいいブンブン鈴木です。このチャンネルはあなたの悩みをできるだけ簡単な方法で解決をして自信をつけて90ギリを達成してもらうためのチャンネルです。で、今回の動画はですね、左へ曲がるフックボール、フックボールというのはグイーンと左に大きく曲がっていってしまうボールや引っ掛けですね、いきなり左に飛び出してしまって林の方へ飛んでてしまうような引っ掛けボールを解消してですね、真ん中へ飛んでいくドローボールやストレートボールを打てるようにするための方法を紹介していきます。左へのミスというのはですね、距離が出てくれる分だけ左へぐんぐん曲がっていってしまったりとかグリーンを越えていってしまうので結構ね大きなトラブルになってスコアを崩してしまうということがよくあります。僕自身も左へのミスで、痛い目に何度もあったことがあるんですけれども、レッスンでもですね、左へのフックボールを直すというのはかなりね難しいことだったんですけれども、あるねすごくシンプルな方法を発見したらですね、すごくフックのミスをかなり簡単に直せるようになったのでね、その方法を今日はしっかりとたっぷりと紹介していきたいと思います。で、今回も3つのステップで解説をしていきます。まずステップ1では、フックが出てしまう、左へ曲がってしまう原因について解説をしていきます。で、ステップ2ではこの時のね直し方の注意点について解説をしていきます。せっかくですね、まず最初多くの方がスライスなんですけれども、そこからフックが打てるようになってきた、つまり左へ曲げられるようになってきたところで、これをねうまく真ん中の方へ持っていければいいんですけれども、これをね無理やり左行かないようにって直すとまたスライスになってしまうとか、真ん中に飛んだはいいけど全然飛ばなくなってしまったということが非常によく起きますので、距離をね維持しながらね真ん中へ打てるようにしていくという方法を紹介していきますので、ここはねしっかりと理解をしておいてください。ではステップ3でいつものようにこれを簡単に解決していく方法を紹介していきます。ではステップ1からやっていきたいと思います。まず左にね大きく曲がっていってしまう球というのは、基本的な原因としてはクラブが当たるときに外側、ね、体の前側から当たっています。外側から来て左側に内側に抜けていく軌道で打ってしまって、スライス、ごめんなさい、引っ掛けができています。引っ掛けやフックが出ています。外側から来て左へ飛んでいってしまうということですね。で、これを解決していくためには内側から当てられるようになればいいということですね。内側から当てられる、これが大事なポイントです。内側から当てられるようにすればいいんですね。ここでステップ2のところに入ってくるんですけれども、間違った直し方ですね。左に曲がっているのでフェースがねこうねかぶりすぎてるんじゃないかっていうふうに感じてしまいます。これでフェースを一生懸命ですねこう右に向けよう右に向けようとしちゃう場合があるんですけども、右に向けてしまって軌道が変わらずに右を向いている状態、軌道が外から降りてきている状態でフェース面だけ右に向けるとですね、今度は弱いスライスになってしまいます。弱いスライスボールが飛んでいって真ん中には確かに飛んでいくんですけども、強い球が打てないという状態なんですね。なので今はフェース面が左向いて当たってはいるんですけども、軌道が外から来てるから左行ってるので、この軌道が内側から来るようにしてあげれば、これ実はちょうどよく真ん中へ飛んでいったりドローボールに変わっていくわけですね。で、この内側から持ってくる感覚、内側から当てるっていうのが実は結構ね多くの人がなかなかできないことなんですね。で、内側からできないので無理やりフェースを開いてフェースを右に向けて真ん中に飛ばそうとしちゃうということなんですね。で、内側から当ててるつもりでも多くの人がね、内側から当てた方がいい、インサイドから当てた方がいいって聞いててやろうとしてると思うんですけれども、これが実はですね結構皆さんできていないというところなんですね。なのでこの内側から当てられる超簡単にできる方法を今日は最後に紹介していきますので、ぜひご覧くださいね。はい、ではね分かりやすいように後方からのカメラでやっていきたいと思います。これすごくね単純な方法なんですけれども、ボールを打つ
ね、打つボールのちょっと右、ね、靴1個分ぐらい右のところにヘッドカバーを置きます。でかなり左に行ってる人は最初本当に当たってしまうのでちょっと離し気味にして置きますけれども、まあ、自信のある人はちょっとしか左行かない人はこのねボールのまっすぐのライン上よりもちょっと外側に来るようにヘッドカバーを置いてください、ね、で実際当たることもあるのでね当たったら困るものは置かないようにしてください。これでボールを打っていきます。これでこのヘッドカバーに当たらないように少しヘッドがこのクラブよりも内側から持ってくるように打っていきます。これは最初はねアイアン9番アイアンで50ヤードくらい打つような感じで小さく上げて打ってみましょう。そうするとこのヘッドカバーを避けるように内側から持ってきますよね。内側から避けるように内側から持ってくる感覚が分かります。でこのね内側からクラブを持ってこようと思うと自然とフェース面というのは内側からこうやってするとどうしてもね右に向きやすくなるわけですね。右に向きやすくなので勝手にフェース面も右に向いてくれるのでこれもね引っ掛けフックを防いでくれるわけですね。なんでフェース面を変えようと思うと難しいんですけれども軌道を意識してあげればフェース面も一緒に解決をしちゃうんですね。フェース面も同時に解決をしていきますよね。でこれでね枝振っちゃうっていう人もいます。それを解決する方法も最後に紹介していきますのでまずはねこの練習をしてほしいと思います。繰り返し見てもらってねイメージを少し掴んでください。クラブが内側から来るように外じゃなくて内側体に近いところでポイントは手なんですね。手が外から来るとヘッドも外から来ちゃうので手が体に近いところ、ね、から降りてくるような意識をします。で手を体の近くに下ろすというのはアマチュアの方にとっては非常に難しいことなんですね。無理やり持ってくるというのはかなり苦しいのでそういう場合ね簡単に解決する方法は手をあんまり上に上げないということです。少し低く体と一緒に回転していくような感じ上に上げようとしないで一緒に回転するようなイメージですね。それでも勝手に腕は上がるので自然とね少し低いようなイメージにしておいてください。手はちょっと後ろ寄りに持ってくる感じ上に上げすぎないようにこれが大事なポイント。引っ掛ける人はここを意識するのがすごく大事なポイントです。でこのレッドカバーに当てないように内側から当てて、こんなイメージです。これが外から降りてきてしまう人はこのヘッドカバーに当たりますよね。ヘッドカバーに当たらないように打っていきます。これが大事なポイントです。でこの時にうまくいかない人というのがいます。これは内側から持ってきた時にダフっちゃうっていう人ですね。これも結構あります。内側から持ってきた時ヘッドをね結構ダフりやすくなる手前を打ちやすくなるのでそういう方はですね素振りをします。ボールをちょっと一回どけてボールのとこあったところ、まあ、ヘッドカバーはそのままにしておいてボールのところにヘッドを落とせるようにどっちかというと手前側にヘッドが落ちやすいので左側にヘッドを落とすようなイメージでボールのところにヘッドを落とせるようにしながら素振りをしていきます。結構手前に落ちちゃうので手前に落ちないように左側にボールのやや左側に落とすようなイメージで素振りをします。それから打っていきます。でまたヘッドが外から来ないようにしながらボールのところにヘッドを落とすようなイメージで打ってください。そうすると左に行かないでうまく打てるようになります。でこの時にスライスが出ちゃう人もいますね。軌道が良くなったんだけどスライスが出ちゃうよっていう人も結構います。そういう人はフェースを返す手を返す動きが足りてない状態ですのでこれができたら右に打ち出すことができるわけですね。このヘッドカバーに当たらないで内側から持ってこれるようになって右に行き過ぎちゃうよという人はここで、ね、軌道は良くなっているのでフェースが右を向き過ぎている状態なので少し返すという動きフェース面が打った後下を向くような動きですね。詳しくはですねフェースが開かないようにする方法という動画がありますのでそれを見てもらって概要欄にねいくつか参考の動画貼っておきますので
それを見てもらいたいんですけど、フェースが下を向くようなイメージで振り抜いていくということです。これを少しやっていくということですね。内側から外に持っていく。ちょっとね、難しい話になってきてしまいましたけれども、まずはこのねヘッドカバーを置いて内側から当てられるようにすると左腕のミスが減るので、まあ、そこまででもね十分効果はありますので、さらにレベルアップしていく、真ん中にドローボールで飛ばしていきたいという人は今の動きを練習していくとかなり良くなっていきますよね。こんな感じですね、ヘッドカバーを一つ置いて練習するだけでかなりね左へのミスを解消していくことができますので、すごく簡単な練習なんですけども非常に効果がありますので、ぜひトライをしてみてください。概要欄のところにですね、LINE 公式を募集しております。ブンブン鈴木のゴルフレターというのでですね、ゴルフの上手くなるための考え方とかね、メンタルについて解説をしたりとかですね、 LINE 公式で配信しておりますので、ぜひねそちらも登録してみてもらうといいと思います。それでは一緒に90ギリを達成しましょう。ブンブーン。